ブダペスト世界陸上の男子400メートルに出場した佐藤健太郎。富士通は20日に行われた予選で44秒77の日本新記録をマーク。1991年に高野進が記録していた44秒78を32年ぶりに更新した。新たな歴史を築いた佐藤は自身の X、旧ツイッター、を更新し、 世界記録保持者の外国人選手とのレース直前のエピソードを紹介し、温かい気持ちになりました、と振り返っている。画像、アフリカ選手から、ありがとう日本、東京、世界陸上で他にもあった日本人選手と海外選手の友好シーン予選で会心の走りを見せ、新たな歴史の扉を開いた佐藤。44秒77をマークし、トラックの五輪種目では最古の日本記録を更新した。 22日の準決勝でも44秒99を記録したが、組5着となり惜しくも敗退。決勝進出を逃したものの、今大会で鮮烈なインパクトを残した日本人選手の一人となった。そんな佐藤が23日に自身の X を更新。レース直前に起きた出来事を振り返っており、招集場に入った際、 世界記録保持者のウェイデバン・ニーカーク選手が真っ先に握手をしてくれて、さらに来る選手全員に同じことをしていて、温かい気持ちになりました、と、準決勝で同組を走ったウェイドバン・ニーキルク、南アフリカ、が見せた振る舞いを紹介。その後、日本語でありがとう日本、ありがとう東京、と何度も言ってくれて、トップアスリートであると共に人格者だなと改めて思いました、と感銘を受けたことを伝えている。 この投稿にネット上の日本人ファンも、強さの秘訣って人柄の良さもあるのかな、素晴らしいエピソード、めちゃいい話、涙出ますね、など、トップアスリート同士の舞台裏の交流に反応している。